はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ、もう7回目かな。かなり来ましたね。そしてね、今回はね、海岸の方に行って、はい、クジラキングと戦いたいなと思います。クジラキングか。でね、能力の方はこんな感じで。そして今回の育成はですね、前回終了後はもう10トレは重り引きで、で軽トレは巨石翼をやるという感じで、苦手な能力をさらに伸ばしていきました。そしてバナナ育成もね、4年目に突入して、そのあたりで10トレはもう変動床にして、もう回避のみトレーニングして上げていったという感じですね。そして6歳になった時の能力はこんな感じでした。はい。そしてですね、そこからはいつも通りセーブしない別のデータで忠誠度と能力を上げて今回です。さすがにね、苦手な能力とはいえ力と回避ともに、はい、かなり上がってきたかなと思います。これでね、後の方が楽になりそうですね。もうライフ賢さ命中丈夫さは全然苦手ではないので、はい、逆にね、回避は E で力は D なんで相当上がりにくかったですね。はい。で、体型とかはこんな感じかな。ちょっと激デブで、で技も変わりませんね。はい、ということでやっていきましょう。冬でもグジラキングいるかな。で、海岸ですね。で、狙いはもちろんグジラキングで、あとはスピナーとかベニクレ、ここら辺も来てくれれば嬉しいですね。もうさすがにね、かなり強くなったんでグジラキング大丈夫だと思う。むしろ結構圧勝するかもと思ってるんですよね。お、さすが修行で15上がるってすごいな。やっぱり命中は得意なんでめちゃめちゃ上がりますね。てか修行でなんで20いかないのかよくわからないけどな。謎の補正がかかって、これ10トレより厳しくないの10トレより厳しいと思うけどな。軽トレレベルかな、上がってるので。カニちゃん、カニちゃんこれちっちゃいよな、最初のやつ。まあ言ってもこいついたらね相当びっくりするんですけど。で、流されていきましたよと。こいつらの関係な、何なんだろう。親子なのかな、やっぱり。バチンと。バチンと。ここは普通に対極変化で良さそうだけどな。バチン。で、もう一回かわして、倒しましたね。さあ、誰が出てくるか。一発目からグジラ来るかな。あ、来たんじゃない。これもう来たでしょさすがに。おお、マジで一発目で来た。これどうしよう、雪山も行こうかな。まあとりあえずはこいつですね。で、能力比較で言うと、もうダントツでこっちかな。やっぱり相手は回避が低いんでボコボコにすると思う。さあ、どうだ。お、挨拶代わりの敵のグジラってもう7、8割これ撃ってきますよね。おお、鉄断工。あ、意外に出ないな。やっぱりこいつ相当ダフ。さあ、来い無断欠かな、クリティカってもうこいつガッツ削られて何もできないんじゃないの、最初の。そんな感じするよ。あ、おお、マジでマジで。さあ、お、なんだ、悲しい当たらないよな。もうこっちかなり回避があるから、さよならさよならグジラおじさん。いや、楽勝でしたね。いや、ちょっとね、動画が短すぎるんで、はい、次は雪山の方に行こうかなと思います。さあ、ということで雪山行きましょう。で、戦いたいのはやっぱりビッグハンドで、カムイ、三日月、ここら辺かな。とりあえずはビッグハンド目標で、はい。なんか技覚えるかもな、もしかしたら。まあ、今回のデータね、セーブしないんで、あ、覚えないよ。全然覚えないや。いらぬ心配だったか。やっぱり命中に比べると回避は全然上がりませんね。うん、半分ぐらいかな。これが適正 E と A の差か。
でクマちゃんたちへすごいよな。確かにこれは回避の命がけの回避の練習傷があるもんな。お互いやられてんだろうなでも基本右の方だな、やられてんの。でフォーメーションで来るか。なんでここで油断するんだろう。気づいて、ほんとバターンと。なんでこれでダメになるのかわからないけど、なんだこれ。あれ、ビッグハンドまた来た、また一発目で来た。いや本当に来んのかい本当にいや今回も誰だよ言う隙がありませんね。いつもの役者たちはどこに行ったんだろう。アポロンね、アポロン劇団の誰だよ軍団さんたちはどこに行ったんでしょうか。ということで、ビッグハンド来ましたね。ぶっちゃけね、こいつ負ける可能性あると思ってるんですよね。特に賢沢田はかなり、ダメージ食らってしまうと思うんで、それを避けてくれればって感じかな。いやマジか、ちっちゃいな影の時めちゃめちゃ大きくなかった。ちっちゃくなって、えダメだ、小泣きじじい今回強すぎるな。一瞬で葬り去っていってる。いや申し訳ない。さあ戻ってきてどうしようかな。今回本当に一発目でやつらが出てきたから、全然5分ぐらいの動画になるんじゃないかな。たまにはそういうのもいいか。いや早かった今回、めちゃめちゃ早かったな。はい、じゃあね、最後はちょっとおまけとしてこのロムストさんとの冒険に行きましょうか。もう多分50年ぐらい連続で断ってると思うんで、たまには行こうかな。よし、万能のり探すか。さあ着きました。じゃあ一応目標は万能のりで行こうかな。久しぶりだな雪山。あ、行けるか。さあ万能のりは近いんだな。ここかな。さてこの4つの中にあるのでしょうか。賢さそんなにないかな複雑な割にちょっとダメかも。いやどうだろうな。多分200ぐらいあった万能のり自体は見つけられると思うんですけど、うわー見当違いっぽいな。うわすげえ複雑にいってんなそれそのルートたどる必要あるか。真っ暗なのかもしれないけど一番遠いルートじゃない。わなんだ氷氷の塊、そんないくらでもあるでしょうよ。どんぐりないか、ないかな。これはおお、よくやったよくやった。意外に取ってくるな。350ぐらいなんですけど賢さは確か塊。あ普通に取ってきた最短距離で。さあなんだマジか、なんもねえなここ。これでこれで終了したらなんて言うんだろうこれでなんて言うんだろう。おイケメンだな、めっちゃ似合ってるこの服装。氷の塊、これ家で作れるんじゃない食べかけの実、これも家の周辺で落ちてるんじゃないかな。おうそれで、おうおマジで、おうおう懐かしの我が家へ帰るとしましょう。はい、やっと帰れる。今回の冒険は、いや嘘でしょ嘘だろ本当。そんなの家の周りでどうにかなるもんだろ疲れた、これは疲れたまるな。死んじゃうんじゃないこの秋も。はい、ということでちょっと冒険から戻ってきたんですけど、結局ね、結局手に入れたものが、あ150円するなこれちょっと高いな。
いや売ってんじゃないの、おばちゃんのところで。これ無料でくれるんじゃないの、氷の塊で。300、300、違うな、460円のものを見つけて成功と、あいつら言い張ったな言い張ったな、あいつら成功って。本当か、食べ散らかしたって書かれてるぞモンスターがいた証かもしれないけど、食べ散らかしたって書かれてるよ。うん、冷たい氷が嬉しいけど、はい。ということでね、まあ最後の冒険怪しいなあいつらもうあれありだ、あれが成功だったんで、もう何でも成功だろっていう感じでしたけどね。はい。そしてね、序盤の方の、戦いの方は、まあ、本当に短かったな。どっちもね、すぐに出てきて、グジラにしろね、ビッグハンドにしろ、そしてもうコナキがかなり強くなっていて、こいつらレベルでももう相手ではありませんでしたね。うん、やっぱり回避上げたことによって敵の攻撃も当たらずに、で力が伸びたんで、すぐにね敵を倒してしまうということで、はい。まあ今回はちょっと戦ってみて冒険もしてみました。どっちもなんか尻すぼみだったなはい。ということでね、あとバナナ育成ももう1年切ってると思うんで、はい、頑張ってなんとか覚醒会まで持っていきたいなと、はい、思います。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。